ってわけで皆さんこんにちは、オカピです。モダコンなんてしばらくぶりですね。最近クランのメンバーがモダコンを始めたので私も久しぶりに復帰してみました。ビップゲースでラバグラを当ててからグラ中になっちゃって、さすがモダコンって思いました。さて本題に入りまして、なぜこんなゲームに1万円も課金してしまったかというと、暇だったから。暇で1万もクソゲーに課金する人がここにいましたね。では今からこの緑色のゴミになったものを使っていきたいと思います。1万分のコインを使ってすることはハイローラーと武器集めですね。そういえば最近ラッキースピンを2回だけ引いてみたら、コマンダーのプレスレージ武器の AESD とスパイクって盾が手に入りました。調べてみたところ2回連続で引いてしまう確率は 0.025% だそうです。いやでも俺はね、先にベリパワーカーのシャノン燃えて燃えて、うん、終わってるやん。燃えて ERS あ、またベリパワーカーの燃えて、うん、誰ガリアだけど、設計図をあ、あ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 あ、誰終わってるやん、こっちの。またやん。何だお前ら。誰またやん。オカピロ終わってるやん。いや全部ダイヤだっさ。まだまだ回せるね。また1枚できた。スペックやん。もうじゃあ設計図完成しそう。おい、おい、ええって。おお、やっと来た。誰やねお前マジで。しばくぞ。誰だよマジで。いや、プレステージやし。誰だよ。おいおいボスク、おいもう完成しそうじゃん。しちゃうね。ああ、あと半分折り返しで。やった。いや半分絶対折り返しで。こっから13か12当てないと。いや燃えて、いや燃えて、プラネットプロフィールを、いや燃えて、ほんと次に何行くの。燃えて燃えて、もう勝ちか。燃えて、やばいってお前。燃えて燃えて、やばっ、やってること最悪やん。えぐ、うん、直接使ってるってこと。お前えてえて、もういって、もうスコアアップしてんけ。あ、やばいって。直接再現。あは、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 いけるいける。あー、すごい、このゲーム楽しいな。そっからそうすればよかったやん。あー、楽しい。のカピエギン直接買ってな。このゲーム楽しいね。
回したのも全部外れだったね、おかっぴ。ガチャってそういうもん。1万円が10分か20分で消えてったの。だよね。これあともうちょいじゃん。え、あと40じゃん。え、なんか1回ガチャ引いたら。この60でよくね。アーマーパック。固まってないよ。あれ引けば、アーマーパック。あれいいや。おいよ。おい。DMG。アーマーパック行こう。いいね。かっこいいやん。え、それ BSW？ BSW。フル強化？フル強化で、うん、フル強化で。かっこいい。欲しい。よっしゃ。俺も1万勝ち抜きなんだった。俺今からラッキースピン回すわ。ラッキー。いや、俺が何が当たるか当ててね。何が出るかな。何が出るかな。何が出るかな。くそ。ダベンジャー。いやー、俺これが欲しかった。これか AST の欲しかった。何のアーマーだっけ。アーマーパックか。うん。デュオに正面で戦うのはバカだ。ペンでマルチキルしますか。今から始めても楽しめる。え、無理無理無理じゃない。頑張ったら楽しめる。頑張ったら楽しめる。どうなんして頑張ったら俺頑張って楽しんでる。俺頑張って楽しんでるから今。あ、やべ、どうにしても忘れちゃった。やっぱんとかもすごいよね。そういうゲームなんかね、のゲームしか。使うか。これ多分獣は手に入るな。もう1回連続デボイクもするかな。見て見て、1位だ。あ、まあ、当たり前よな。あ、やってんな俺な。やってんな。あ、スクショスクショ。久々の1位。なんかあんま良くなかった。うわー、またこっからか。どこまで上がれるか。かわいいな、あいつ。ちょうだい。俺のペット、俺のペット。俺のペット、できるよ。リロード早っ。死んじゃん。それ何？行け、バカ。行け行け行け。俺のやつバカしに行け。おーおー、強っ強っ。なんだこれ、強すぎでしょ。
強っ。嘘だろ、強すぎんだろ。異常と鬼早いんだけど、どうせできないん？あ、バカ感度が早いからオカピ落としたんか。DPI から差があれを減らさないといけない。中で自転ない。中は最低にしてもパが入る。まあ。いやもうすごいですね。ちょうどいい。そうです疲れるぞお前。ランクリセット入ったからさ、みんなやるかな。これを使ってもハマってんの。うん、めちゃくちゃとは言う、めちゃくちゃではないけど。ってわけでいかがでしたでしょうか。1万も課金してこれだけいってのもありますよね。今回の課金で手に入ったのが、エメラルドの見た目をしている DSW と、ベリーと、VLI とスタッカーと、エメラルドシーカーですね。ドラフトも後々解放して動画にしたいと思います。あとはハイローラーで1位になったことくらいですかね。鬼アーマーあるので獣アーマーはいらないですが、コレクション程度に持っておきたいと思います。あと最後にバトルパスですが、目標をクリアするのは面倒くさいですが、報酬はかなりいいので結構ちゃんとやってます。クラメンがバトルパスの報酬からラバグラ出してたので、バトルパスの580円を払えば初心者モグラ中になれるチャンスです。ってことで今回の動画はおしまいです。後々他の動画も出す予定ですのでお待ちください。では